はい、こんにちは。まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。なんとですね、タカラトミーさんから商品をお送りいただきました。やったね。 YouTube やっててよかったね。タカラトミーさんはね、見てくれてんだって。まえチャンネル見てくれてたんだって。よかったよかった。ほんと嬉しいね。ということで、タカラトミーさんからお送りいただきました。はい、その商品はこちらでございます。僕はプラレール運転士新幹線で行こうです。これはですね、何かというとですね、こういったちっちゃい運転席があるんだよね、でこの中にですね、こういうね 2.41 の、気象があって、でそこでですねプラレールを操作して遊べると。プラレールって言っても本物のプラレールじゃなくて、この中のゲームのプラレールだね。そうだね。そうで、これはですね、一応単三電池4本で駆動するみたいです。なので、持ち運んでね遊ぶこともできるんですけれども、別売りのですね AC アダプター、これがあります。それもタカラトミーさんに送ってくれたんだよね。そう、これも送っていただきました。これがあるとですね、まあ電池使わずにお家で遊ぶ場合はこれでね遊ぶことができるね。いいね。であとね、テレビとつなげて遊ぶこともできるんでしょ。テレビにつなげて大画面でも遊ぶことができるよ。そう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 、これ書いてあるね。でこれはですね、運転モードっていうゲームと列車図鑑っていうね、こういうなんか資料があるみたいなね。それで最後はミニゲームだね。あ、ミニゲームもあるね。でこのね、僕はプラレール運転士新幹線で行こうの中に入っている新幹線、これだけの新幹線、あと機関車もあるね。457号機山口号があるんだね。それもあるから、そういうので遊べるみたいだね。じゃあ開けてみようか。じゃあ、よし。これがプラレール運転士、すごいかっこいいね。かっこいい。E5系はやぶさのデザインなんだ。これがですね、ブレーキレバーだって。でこれがね、これがマスコンだって、マスコン。でこの真ん中のこのボタンが警笛ボタン。これがライトボタン。これがナビボタンだって、ナビボタン。でこれがドアボタンだって、ドアボタンね。これがパワースイッチ。オフとオンの音量小っていうオンと音量大っていうオンが2つあるみたいだね。でこれが 2.41 の液晶画面ですね。でこれがですね、電源を取る AC アダプターの端子で、これがですね、映像と音声を出す出力端子ですね。この AC アダプター取り付けて遊んでみようか。よし、じゃあ遠心君、電源入れてみて。おー、ついた。注意、遊ぶときは時間を決めて適度に休憩を取って遊ぼうだって。おお、やっぱり来た。これだよね、最初これなんだよ。そう。お、プラレールだ。はやぶさだ、あれ。鹿児島中央って書いてある。H だ。お、ドクターイエロー、富士山だね、これ。これ決定だからね。あ、決定をして。僕はプラレール運転士新幹線で行こう。おお、結構。そっか、画面がちっちゃいからいいね。下行くのは。あ、どこ押してんの？こことか。え？あ、そこで押すと上と下決定できるんだ。設定はこれ。あ、じゃあちょっと運転モードやってみて。はい。よし。列車を選んでね。列車何するの？まずはカシオペアでしょ。まあ、とりあえずじゃあカシオペアでやってみる？E5J、E2J8、E3J9、923 型、ドクターイエロー。ああ、これやってみる。C57 の山口号。じゃあそれやってみて。まもなく出発します。ああ、これか。やった。おお。ドアを閉めてね。おお、それでドア閉めんだ。なるほどね。電気レバーを解除してね。マスコンを操作してね。おお。これ面白いじゃん。ちょっとパパもやりてえな。おー、あ、なんかプラレールで走ってんだね。ちょっと一応してくれ。SL 今踏切通ったの。いいね。なんかすれ違う時は、名前が出てくんだよ。あ、そう。今ね、はやぶさで走ってるね。うん。はやぶさやっぱ速いね。うん。どんどんスピード上がっていくじゃん。うん。おー、山になった。あ、速い、速い、めっちゃ速い。お、300キロになった。お、300キロになった。速いね。すごい、300キロになっちゃった。15K、はやぶさ速いね。うん。あ、これだ。うん。ここはブレーキじゃないよね。これ、こっちがブレーキ。うん、オーバーしちゃった？あ、オーバーしちゃった。新幹線来た。ああ、到着おめでとうって出てるね。うん、終点に到着おめでとう。お、E5 系のやつが出てんじゃん、写真が。お、すごい。お、なんかこうなってんだ、運転が。お、グランクラスだ。お、グランクラス出た。よし、じゃあ、エイシンくんさ、テレビでやってみようか。ああ、大画面、あれか。うん、大画面つけてやってみよう。はい、今、テレビとつなげてみました。この後ろで、ね、オーディオとビデオのコードね、つけて、テレビにつなげて、こんな感じですね。うん。噂されてた通り、ちょっと絵は汚いね。そうだね。すごい引き伸ばした感じがすごい出てるね。じゃあ運転モードとりあえずやってみていいよ。うん、さあどうだ。よし、いけ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 。よし、うん、よっしゃー。終点到着した。到着したね。やっていい？これなんですけども、音量の調節がこの電源のところしかないんですね。なんで中くらいの音と大きな音しかないんですよ。なんでね、外でやるときなんかはね、ちょっとうるさいかなと。イヤホンジャックとか特にないので、外部にね、音持っていくこともできないし、ただね、テレビにつなげると音量の調節がね、テレビ側でできるので、そういった意味では、まあ、うちの中ではいいかなと。いう感じでございますね。はい、ということで今回は僕はプラレール運転士新幹線で行こうでした。